ていうか建てますけど、説明しないとあんま分かんないですよね、はい、高台に行こうは筑波山のイメージしてたんです、高台みんなに筑波山登ろうぜって言ったらしい、まあ準備は言いますよね、なんかちょっとその辺考えて手に PR しましょうね、地域密着バンドの意味がなんか伝わってないんです、ちょっとね、あの焦ってるんですよね、そうでしょう、うん、そうなんです、すいません、ここはゆとりを持って、はい、わかりました、じゃあ残り2曲、ちょっと残り2曲で残り3曲でいきます、はい、じゃあね、心に余裕を持ってね、二宮公園の歌を歌います、二宮公園って公園、時計台公園のすぐそこにあるんですけど、そこを歌った曲です、時計台
ねっていう曲でございました。そしたらですね、今日ね、私も T シャツを着てるですね、愛してるつくばという曲がありまして、これをやっていきたいと思います。そしてこれも途中ウォーウォーっていうところがあるんですけど、もしよろしければ皆さんウォーウォThank you.
曲、最後の曲としてやらせていただきます。そしてこのグッバイアジマウラはやっぱ最後ですね、あのグッバイアジマウラっていうのがあるんですが、そこですね、一緒に歌ってください。すいません、お願いします。という感じでやってきておりますいいでしょうか。いいですか。はい、そしたらグッバイ。最後の曲です。最後の曲でございます。ケンタバンドを聴いてくださってありがとうございます。みんなではしゃいだ夏の思い出、焼けた素肌Thank you.
本番紹介しようかな。まずね、左は緑の作りました、ね、緑の、担当していただいてます。ベース中そしてドラムス、そしてちょっと朝地下鉄が遅れが出てちょっと遅れました、ドラムサトム。そしてギター、このギター見てください、つくば市の師匠をイメージしたギターとなっております。ギター関東ひまわり。これからも頑張るぜということでやってきますんで、皆さんよろしくお願いします。そしてね、このグッバージョールっていうね、いつもやってるんですけど、最後グッバージョウラーっていうところを一応ここにいるグッバージョウの皆さんにですね、もう言ってもらってね、もうみんなで言ったところで終わりにしたいと思いますんで、皆さんご協力をよろしくお願いします。皆さん寒いと思いますので、やってもらわないと僕は終われないんで、まあ、最初から恥ずかしがるんで協力してください。僕の家から車で2時間、大道芸コラボレーションステージが行われます。
筑波大学と筑波学院大学の2つのジャグリングサークルによる迫力満点のコラボステージ。ただ今日は風が強いので大道芸大丈夫なのかなと思いますけれども、ドキドキしながら見守りたいと思います。私もとっても楽しみにしています。2時30分から大道芸コラボステージ、こちらのステージで行われます。どうぞしばらくの間準備します。お待ちください。後ろのペペストリアの方にある白いテントが本日的ですので、そちらの方でイベントの席を
さスポーツちゃん。ちょっと軽く見た時の通り、まあ、みんな持っている道具が違うんです。
何が起こるかわからない、まあ、そんなところからチーム闇鍋っていうギラがついたんですけれども、それが一体どんな変化を起こすのか、皆様の目で直接確かめていただきたいと思います。それでは音楽の方よろしくお願いします。ものにはね、妖精が宿っているっていうブースがあって、
あ、失礼しました。聞こえてなかったかな。聞こえてますか。大丈夫かな。そうそう、今ね、ブースをいろいろ回ってきて、いろんな面白いところがいっぱいありましたね。ありましたね。まさかまさかの収穫があって、すごかったですね。はい、あのね、これぜひ皆さんに来てほしいですね、うん、来ないと分かんないですね。分かんないですね。だからもうこうやって物にね、こう妖精が宿っているっていう風にアドバイスを受けて、そう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 、こう目とね、口をね、書かせていただいた。でも自分もね、おめめプロジェクテッドの昔やってて、うん、やっぱり同じようなことを思ってたので、うんうん、でもあの上を行く方だったので話できなかったんですけど、ゆっくり話したいですね。ね、うん、あれはチャンピオン TV に出ていただきましょう。ぜひぜひ。でですね、あ、おかえりなさい。皆さんから結構コメント来てますよ。あ、ですか。コメント来てましたよ。ですね、ミカチおかえりなちゃん、龍ヶ崎健太郎さんから、うん、龍ヶ崎は家、地元は、地元の仲間は家族のようにあったかい存在ですよねと。いいですね。地域と家族の絆をね、考えていく家族の日とかね、ぜひぜひ皆さんにチェックしていただきたい。そして、あ、ワイハーさん、おかえりなさい。もっとステージによって撮影できないと。お、ご要望がありましたか。それは大ウッチーですね。カメラマンの大ウッチーにお願いしたいと思いますね。で、歌舞伎のさん、じゃあ後でお邪魔しますと、お待ちしております。はい、ありがとうしくでございます。今もですね、同時視聴数、まあ、これだけいますけれども、もっと見てほしいですね。どうやったら増えるかな。まあでもいろんな子たちが出てますので、はい、あのまたぜひぜひね、見ていただきたいと思いますけれども、会場内今ね、取材する方をね、うん、探している真っ最中なのかな。お、じゃあ今は何やってんだろう。ステージ、今はね、大道芸、そうそう、ジャグリングしてますね。ジャグリングしてます。カメラ回しておきますか、うん、ちょっと寒いですね。じゃあもう一回カメラ戻しましょうかね、うん、ステージに行きますか。はい、じゃあカメラ切り替えます。じゃん、どん。もっと寄ってっていうのはね、難しいですよね。そうですね、寄っちゃうと多分人がね、いっぱいいるからこう被っちゃうかも。ティッシュ持ってきてるんだけどさ、肌出るから、ティッシュがね、すでにどこにあるかわからない。カメラ切り替えますね。いや、戻ってきました、はい、寒いね。でもね、寒いですね。寒いね。今から来る方は暖かい格好をして、暖かい格好をして、そうですね、来てくださいね皆さんって言ってる間にですね、先ほどですね、素敵なステージを終えられた方々が、はい、チャンピオン TV のね、ブースに来てくださってますので、はい、ご紹介していきたいと思います。ケンディーバンドの皆さんでございますね。はい、よろしくお願いしまーす。よいしょ。入るかな、入るかな、みんな真ん中にギュギュッと。これね、マイクが、このマイクですかね。はい、じゃあマイクをちょっとお渡ししたいと思うんですけど、はい、カメラがですね、パソコンの内蔵カメラになっておりますので、こちらでですね、皆さんとトークしていきたいと思うんですけれども、はい、
はい、はい、はい、お帰りなさい、はい、皆さんは、はい、ケンニーバンドさんということ で、はい、なんと聞くところによると、まあ、先ほどもそうですけども、はい、地元密着型の音楽を地域密着の音楽をここで、はい、皆さんの前でいろいろと演奏してくださってましたけども、はい、なんでその地域密着のなんでそう曲をやろうと思ったんですか。なんでですかね、うん、やっぱこうつくばを愛してるんですかね。あ、お合ってる、合ってる、いい、合ってる、合ってる。じゃあ皆さん今ねケンリーバードのね、はい、3名 お三方に来ていただいてるんですけど、皆さんふるさとはつくば、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 宇都宮。お、餃子来ました、餃子が来ました。じゃあふるさとはじゃあ宇都宮だということで、でね、ちょっとね、皆さんに今ね、皆さんにとってのふるさとってどんな場所ですか、はい、っていう質問させていただいてるんですけれども、じゃあまずはふるさとがつくばのお二人から聞いて、最後宇都宮の、ね、じゃあどんな場所、はい、住んでる場所ですかね。ふるさとが住んでる場所、住んでる場所であり、まあ住んでる場所ですね。住んでる場所です。でも離れずにやっぱここにいたいなと思えるような、そんなもちろん場所だということでございます。ふるさとはつくばというね、はい、実際にバンドではボーカルさんですよね、はいはい、ちなみにお名前はケンニーです。ケンニーさんのバンドだからケンニーバンドということなんですね、はい、なるほど。地域密着ケンニーバンドですから、地域密着ケンニーバンド、ケンニーさんってことですか。はい、ケンニーです。ケンニーさんだ、みんなのニーさんってことですね、じゃね、ってことですね、はい、ね、ということで、じゃあお隣に行って、はい、お名前は関東です。関東さん、珍しいでしょ、関東、関東さん、関東さんもふるさとはここ筑波、そう、筑波、筑波で、じゃあ関東さんにとってのふるさとって一体どんな場所ですか。ふるさとね、はい、僕本当筑波で生まれて筑波で育ったんですよ。しかも竹園で、あ、いい場所で、いいですね、はい、まだね東大通りが砂利道でしたからね。おお、そんな歴史をご存知の、まあ、こういう風になるとは思わなかったですよね。土地買っとけばよかったね、この辺のね土地、今頃結構来てまして、そしたら、ね、無理して買っとけばね、よかったですね。でもふるさとはね、僕ね若い頃一回東京に出たんですよ、憧れて、はい、おのぼりさんで、うん、でもねやっぱ最後は帰ってくるところ。あ、今いいこと言った、いいこと言ったでしょ、いいこと言ったでしょ、いいこと言った、すがです。最後はここっていう、ここふるさとに、うん、なんかそんな気持ちでしたね、出てってても、あ、出てる時も、出てる時も、いつかは筑波に帰るって気持ちでいましたね。で、もともとケンニーさんと、うん、もっと若い学生の頃から先輩後輩で、うん、で遊んでたんです、いろいろ悪いことして、はいはい、で悪いことして遊んでたと、そう、悪いことして遊んで、悪いこと、そうで40過ぎて地域密着ではふるさとのね、あ、のために、40過ぎてからこのケンニーバンドは結成されたんだね。そうそう、地域をね、はい、ごめん俺まだ超えてない俺らここは40超えて、うん、そのつくばを盛り上げる一助になろうぜっつって、うん、地域密着ケンニーバンド作った。おお、地域を盛り上げていこうじゃないかというね。なんかこのゆい祭りのテーマにも合ってるでしょ、うん、すごく、ね、本当にその通りだと思います。ですよね、はい、佐藤つくばのゆい祭りも地元愛発信してる感じがすごくするので ね、だからぜひ出させてくださいって言って今回出させてもらいました、うん、見事に素敵なステージを飾っていただきましたからね、はい、いいコメントでした。素晴らしいです、素晴らしい、はい、そして最後ですね、ふるさとがそう宇都宮ということで、お名前は中谷です。中谷さん、中谷さん、はい、よろしくお願いします。中谷さんとってのその宇都宮はふるさとって一体どんな場所なのかちょっと教えてください。もちろん懐かしさとももちろんあるけど、でもやっぱ自分の基準になるとこだよね。基準になるところ、うん、だからどこに行っても、うん、あ、ここがちょっと違うなとか、ああいうとこ良かったなとか、こういうところは他に来るといいなっていう思える基準を作ってくれるのがやっぱりふるさとなのかなと。あ、すごく、すごい、でも分かる気がしますね、うん、そこ基準になる、すごいいいこと言っちゃったみたいよ、すごいいいこと言いました。いや、やっぱケンニーバンドさんはコメントがね、うん、やっぱいいですね、素晴らしいですね、伊達に年食ってないですね。いやいやいや素晴らしい。今は筑波に住んでる、今はね筑波じゃないんですよ。でもね、あ、そうなんですね。でも僕の中で筑波ってやっぱり万博がすごく一番イメージ強くて、1885年の万博が良かったと、なんか ね、なんかね、こんな未来都市があるんだと思ったもん、万博来てすげーとか、なんかロボットが絵描いたりさ、卵割ったりなんかすごいいろいろしてて、もうなんかドラえもんみたいな世界だなみたいな、
それ以来ずっとね、つくばってなんか、なんだろう、なんか愛着があるんですよね、ずっと。あの街並みも綺麗だし、道も広くてさ、まあ、ちょっと柄悪いのはいますけど、でもまあいいとこだし、ね、で TX が通ってね、東京からも来やすくなったし、非常に楽しい、懐かしい、だからここも懐かしさがある、85年のイメージがやっぱり強いから。じゃあやっぱ宇都宮もそうだし、つくばにもありますね、やっぱり。だいたいあの今の話が集約された曲が愛してるつくばっていう僕らの曲になってます。先ほどのあれ T シャツが、ね、T シャツが愛してるつくば、85年のね、科学万博、ね、つくばエクスプレスね、これをね、ワードがたくさんね、詰め込まれてましたね、曲になっておりますので。じゃあそんな皆さんの曲はどこで聴けますか。おお。おお、ゆい祭りですね。ゆい祭りで、あれ？終わっちゃった。ゆい祭り。次は予定ないんですよ。お、あ、そうなんですね。ね、呼んでもらえれば。どこでも行きます。ということですので。どこでも行きます。じゃあ情報はどうやったら得られますか？うん、情報はね。どこでばなんかライブしますよとか連絡します。あ、それあの私ブログちょっとライブ情報だよ。そうそう、まあケンニーバンドとしてはやってるけど、ケンニーさん一人で弾き語りでいろんなところでやったりとかしてるんで。ケンニーさんのフェイスブックとか見ていただければ絶対そういう情報も出てますし、牛久のルーツとか行きますよ。あ、お牛久のルーツといえばラーメンが出てこないあの店ですね。はい、ちょっと待って、ラーメンが出てこない店ってどういう実はケンニーバンド一番最初にあのケンニーバンドっていう名前を使ってライブやったのは牛久のルーツです。おお、すごい。やっぱね、あそこはみんなの起源っていうルーツっていうことなんですね。みんなそこを通って大きくなっていくという、うん、でもあそこでやるとでも牛久の歌歌えみたいなねで今作ってますよ。お、いやこの牛久の歌、いや、あ、おお、牛久の歌でしょ、牛久の歌、ね、やってやっちゃった、牛久の歌。お、お、楽しみですね。龍ヶ崎だ。じゃあ、お、そう、龍ヶ崎ね、龍ヶ崎、楽しみにしておりますので、ぜひじゃあの、はい、チャンピオン TV っていうこのね、インターネット番組、はい、今日はあのふるさとつくば言い祭りに出張させていただいてますけども、はいはいはい、いつもあの牛久の駅前のエスカードさん、はい、あそこで、はい、あのスタジオ構えて毎日生放送してますので、ぜひチャンピオンさん、チャンピオン、今今だよ、今遅くね、見たことある、今チャンピオンで、遅いよ、今ですか、ちょっとイメージ違いますね、え、写真と悪いってことです。どういうこと、綺麗、あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ますチャンピオンさんですよ。チャンピオンさんですよ。イエーイ、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 紹介されてる、紹介されてます、今ステージで。萌美さん、はい、あ、萌美さんなんだ。そう、嬉しい、紹介していただいております今。だからぜひあのチャンピオン TV に、はい、皆さんも出演してください。そう、今度遊びに行きたいですね。あ、呼んでください、ね、お待ちしております、いつでも。ギターで弾き語りやります。お、おー、いいですね、ぜひ上ライブ弾き語り、お願いします、弾き語りも何でもあり、本番に弱いですか。そう、あ、本当ですか。もう今日もうね、もう今日ダメだったね、いやいやいや、反省ね、うん、ぜひぜひぜひ、はい、ね、これは何なの。これはなんかね、あの、あっち側にふるさとつくば言い祭り V3 にゴブリン博士っていう、昨日会いました。あ、そうですか、あ、うん、あ、素敵な、そう、これゴブリン博士、そう、ゴブリン博士がつけてくれた、ね、うん、なんかその妖精が形になるという、これ、ね、ゴブリンさんとゴブリン博士のあれですか、デザインされた、もういろんなものに出せる力を全部出したって言ってた、命を宿すっていうね、なんか本当に素敵、この作らされたことですかね、これ。あ、そうでしょ、これ二宮公園の時計台じゃん。あ、ほら、すごい、ね、これもなんだろうな、ロケットだ、ね、これロケット、あそこの、お、いやでもすごい世界観が、ね、私はゴブリン博士、ね、そう、だいぶ大注目になりましたので、皆さんもぜひ宣伝してください。ぜひぜひ、まあ、こんな感じでですね、チャンピオン TV もお届けしてますので、はい、そして皆さん遊びに来てください、コメントください、待ってます。というわけで今日はケンニーバンドさんに来ていただいて、はい、ふるさとについてお話いただきました、はいはい、ぜひチャンピオン TV のじゃあ今度はそちらの方にスタジオに遊びに来てください、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、バイバーイ、ありがとうございました、ありがとうございます、はい、はい、ケンニーバンドさん、ケンニーさんがこうね、ケンニーさんのバンドということで、ケンニーバンドさんということですね。皆さんお話が上手で、そうですね、やっぱ音楽されてる方って話が上手で、ね、いやでもなんかこうスタジオ内が非常に
寒い。はい。あのね、とてつもなく、とてつもなく寒いからね。うん。ティッシュ、ここですよ。ごめんなさいね。もう鼻声になっちゃいますもんね。ね、もうね、鼻声ですよ。放送中に鼻をかむという。ごめんなさい。じゃあ、あの、またね、続いてのバンドさんだったりとか、ステージの方が、はい、来てくれるかな、多分来ると思いますので、はい、その方を待っていますか。はい。誰かはきっとただいまって帰ってきてくれるはずなんですけどね。そうですね。あれ、出てきてくれるかな。もしや、先ほどステージを終えられた素敵なパフォーマンスをされてた方が来てくれます。戻ってきました。お帰りなさい。はい、ありがとうございます。ちょっとですね、カメラに皆さんが収まるかな。はい、ここはカメラなので、こちらがカメラでございます。素敵なステージ、お疲れ様でした。じゃあですね、筑波の学院大学のジャグリングサークルの皆さんですか。はい、じゃあこれ2本なんですけれども、筑波大学の、はい、筑波大学のジャグリングサークルさんと、はい、僕です。と筑波大学さんと、はい、あ、2つで来てくれたんですね。ありがとうございます。はい、じゃあ早速ですね、いろいろとお伺いしていきたいんですけれども、はい、皆さんのふるさとってどこなんですか。これちょっとカメラがね、はい、カメラがね、ね、ちょっと無理だな。ちょっとね、一人ずつ前に来てもらえると嬉しいかな。そうですね、ここがカメラなので、ここがカメラなので、一人ずつじゃあ前に来て。はい、なんかちょっと恥ずかしいですね。いいです、いいです、大丈夫、大丈夫。はい、はい、じゃあ、お名前を。うん、お名前、お名前ですか。うん、さっきのあのステージネームではケンって名乗ってましたけど、はい、本名は小島と申します。小島ケン、小島ケン。はい、じゃあケンです。じゃあケンでいきましょう。はい、ケン。ケンのふるさとっていうのはどこなんですか。あ、僕は水戸です。水戸、はい、じゃあ、はい、水戸からこっちに今は引っ越してきてるのかしら。そうですね、今はちょっとどうだっけ、春日三丁目の方で一人暮らし。おお、すごいわね、細かくね、ローカルな。大丈夫、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 大丈夫。すいません、ありがとうございます。一人暮らしをね、はい、してるということなんですが、はい、じゃあそんな県にとって、はい、まあ、ふるさと、まあ、水戸がふるさとかなと思うんだけど、はい、どんな場所ですか、ふるさとって。そうですね、何気なく暮らしてきたので、ちょっと今思い出せって言われてもちょっと、うん、分かりづらいところもあるんですけど、うん、結構あの何でもあるって感じです。何でもある場所。とりあえずあの近くに人はたくさんいますし、うん、小中学校も結構いろんなところにはありますし、で運動したいなと思ったら公園もいろいろありますし、おとにかく何かやるにはまあすぐ思い立てば何でもできちゃうような場所だと思います。が恵まれてる環境は、はい、でもやっぱ茨城県の中で水戸って結構さ、うん、やっぱ県庁所在地だったりとかしてさ、ね、栄えてますからね。そう、栄えてるけど、うん、どう、その水戸と筑波ってなんか違う。うん、そうですね、筑波は結構あの広くてびっくりしました。あ、場所、はい、あの、なんていうんですか、あの道路とかってことですか。あの結構高い建物とかがたくさんあるってのもそうですし、何よりあの車道も広いですし、歩道も広いし、まあ、水戸はね、あの高いビルがいっぱいこう密集してますからね。路地も狭いとかそういうのもあるのかな。そうですね、あの密集してるところは本当に密集してるんですけど、筑波って結構いろんなところに高い建物があったりとかそういうところにはちょっと驚きました、ね。あ、なるほど、ね、はい、そんな今はね、だからふるさとから離れてこちらのね筑波で、そうですね、大道芸の腕を磨いているそんな県でございますけれどもね、はい、いいですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。なんで大道芸始めたと思っ始めたの。あの本当は僕あの大学入ってテニスサークルに入る予定だった。あれ、テニサーで楽しく過ごすはずがどういうこと。たまたま、本当にたまたまだったんです、うん、あの学籍番号が、うん、まあちょっと前半省くんですけども、後半の一番最後が009番なんですよ。お、009、うん、2個上の、まあ、創始者ですね、うん、創始者 の、 あの、うん、その学籍番号が009番で終わってて、うん、でさらに1個上の、うん、まあ、僕の先輩が009番で終わってて、009番になったらジャグリングしなきゃいけないという決まりがそういう運命なんですね、はい、それで、入学当初は本当に誰とも会話しないところに、うん、まあ、いきなり教室の方に先輩が押しかけてきて、うん、でそれで009番の人いますかってすごいこんな感じで入ってきてくださって、それで、あ、僕です、はい、言ったら、あ、ジャグリングどうって言われて、それで言ったら、まあ、マジで、うん、これ面白いなと、あ、やろうと思った、はい、じゃあテニスサークルはいい、よかったか、じゃあ代わりにクラブで我慢しちゃう。テニスクラブでいいきっかけですね。でも面白いね、うん、あのじゃあこれはもう決まりなんだね、筑波学院大に入学して、はい、学籍番号が009番になったら、009番になったらもうあのおめでとうございます。じゃあ後輩はまだできてないんですか。
後輩は今1個下の009番の子も当然探したんですよ、うん、探したんですけど逃げられちゃいました。あれあれあれ、伝統ちゃんと守ってそこ。あれね、だから009番の子じゃ今からでも遅くないですから。でこれ知っちゃったら次の後輩の方がね、うわ俺009番だってどうしよう来るみたいな。だから学籍番号009って結構前じゃん。そうですね、名前的にあ行かか行か。そうですよね、要チェックですね。要チェックですね、はい、今から練習しなくて、ね、だから今年の1年生の009番のあなたも逃げられませんよ。サークル入り直してください。お待ちしております。はい、ありがとう、ありがとうございます。はい、決定でし でした。じゃあ次行こうか、はい、どなた行く。はい、はい、はい、じゃあいらっしゃい。筑波大学のジャグリングサークル、はい、シップから、はい、お名前は、かなめと申します。かなめでございます。かなめは名字、下の名前。あ、下の名前ですね。かなめでございます。下の名前使ってるので、はい、じゃあかなめのふるさとはどこなの。僕は埼玉の富士見野市っていうところ、うん、富士見野市、はい、知らない。知ってる知ってる。でしょうね。何があるところ。ネギ、深谷ネギ。いや、もう本当に何にもなくて、うん、いわゆるベッドタウンっていう、本当に住みやすいわけですよね。すぐには困らないかなっていう感じで、うん、はい、もう建物っていうかマンションがすごいたくさんあって、うんうん、もうちょっと前まで畑だったところがもういつの間にかアパートになってたりとか、駐車場になってたりとか。住宅街のイメージはありますね。はい、そうですね、すごい住宅街ですね。じゃあそこがじゃあ金目にとってはふるさ ふるさと。そうですね、だよね、はい、じゃあ金目にとってのふるさとってどんな場所ですか。どんな場所だろう、うん、そうですね、うん、まあ僕が実家帰って、うん、その辺フラッと歩いたらもう必ず知ってる人に会うくらい、まあ結構もう本当に、でもベッドタウンになったけどやっぱ知り合いはいっぱいいるの。結構たくさんいますね、本当に。外歩いてるだけですぐ声かけてくれるので、はい、おかなめちゃん、ちょっと人肌恋しくなったら帰って、うん、人肌恋しくなったらいいの。そしたら自分も行こうかな。違う違う、言って意味が違う、意味が違う。そういう意味ではね、違う、知ってる人がね、はい、あったかい場所ですよね、はい、あ、いい場所じゃないですか。で、いつからこっちに来たんですか。僕は去年の4月大学入るのに合わせてこちらに一人暮らしに。一人暮らしして学籍番号が009。違う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 、残念ながら、ね、はい、401ですね、はい、401でした。401です、すいません。そうかそうか。みんな筑波はどうですか。筑波なんだろう、なんていうかすごい新しい建物が多いですね、やっぱり駅の周りとか、なんていうかすごい便利な街だなっていうのは、まあ、常々感じてますね、はい、そうか。いや、いい街ですよ、はい、じゃあそんな要、いい街だと思います。要のジャグリングのきっかけは何。そうですね、僕が、入ってすぐよくしてもらってた先輩がたまたまジャグリングサークルで、まあ挨拶ぐらいに顔出してやってもいいかなぐらいの気持ちで、まあちょっと行ってみたんですね。生意気だぞ。ちょっと挨拶ぐらいしてやってもいいかなと思って、うん、まあ行ってみたら、うん、あ、これ面白いじゃんってことで、まあ今に至りますね。初めてやったぜ、はい、俺みたいな、はい、埼玉生まれ、はい、富士宮育ちちょっとね、調子乗ってますわ。ジャグリングやったんで、ね、そんな要でございました。はい、はい、ありがとうございました。じゃあ、はい、続いていらっしゃい。はい、おかえりなさい。じゃあお名前お願いします。はい、古谷義弘って言います。義弘、義弘、義弘はよし、よし、よし。じゃあステージネームはよしでございますので、よしと呼ばせていただきますが、ステージネームはさっきワッフルって言っちゃいましたんです。なになに、失礼しました。ワッフルです。なんでワッフルなの。え、なんかワッショイ古谷っていうのを訳してワッフルなんですよ。ワッフルが好きなのかと思ったの。え、知ってた、ワッショイ古谷の。もうね、ワッフル、え、自分で作ったの。いや、なんか、うん、なんていうのか、大受けしてますけど、うん、ツボにはまっちゃった。剣ツボにはまる。後輩が先輩を持ち上げるのをよいしょって言うんですけど、それを言い間違えてわっしょいって言ったらそれが定着しちゃって、わっしょい、それよいしょするっていうのね、よいしょするのをわっしょいするって言っちゃったらわっしょいがついちゃって、ちょっと面白い、ちょっと面白い。じゃあワッフルだ、ワッフルだ、じゃあワッフルだ。それで訳してます。すごい、うまくハマったね。え、じゃああれですかね、先輩をわっしょいすればいいんですか、私たちもね。わっしょいしてください。わっしょいしてください。わっしょいしてください。わっしょいします。わっしょい、ありがとうございます。まあそんな、じゃあワッフルについていろいろと聞いていきたいですけども、はい、ワッフルのふるさとはどこなんですか。あと県内の龍ヶ崎市ってとこなんです。 お隣ですね。そうですね、なんかもう市を一つぐらい挟んで下ぐらいにあるんですよ、はい、そうですよね、龍ヶ崎ですか。私も龍ヶ崎に実はちょっとだけ通ってましたので、ここが龍ヶ崎でした。へぇ、はい、ワッショイしないと、ワッショイしないと、今へぇーってさらりと、さらりと終わっちゃった。
そうですよ。まあね、はい、そんな龍ヶ崎、じゃあそれワッフルにとっての龍ヶ崎ってどんな町ですか？そうですね、なんかもう龍ヶ崎近すぎて、うん、ここもふるさとみたいな感じなんですよ俺にとって、うん、あ、つくばも、あ、今じゃあ龍ヶ崎から通ってんの？いや、通ってないです。一人暮らししてんの？はい、初め近いのね。俺自分2年生で、うん、最初1年間通ってたんですけど、うん、2日で通うのに飽きちゃってなんでなんで遠い？いや、遠いんですよ。つくばって来れないんですよ。まあでもね、40分、まあ、50分かかるわな。そうなんですよ。まあ住んじゃいたいよね、うん、そっかそっか。で、じゃあ、はい、一人暮らし始めて、はい、で、まあ、でも龍ヶ崎と、まあ、いつでも帰れる距離だからね、うんうん、はい、じゃあもう全部含めて、もうふるさとなんですよ。え、じゃあどんな場所？え、そうですね、うん、まあ落ち着くところですかね。おー、え、でもさ、龍ヶ崎とつくばとどっちが落ち着く？あ、龍ヶ崎です。ほら、あ、やっぱりそれがふるさとだったよね。そっか、うん、多分ね。なるほどね。え、龍ヶ崎、まあいいや、あんまり個人的な情報ね、何丁目とか言い過ぎちゃう。何丁目ダメだ。何丁目って。待ってます。そんなね、じゃあワッフルの、うん、じゃあこの大道芸、このジャグリング始めるきっかけって何だったの？学籍番号が、学籍番号が009じゃないんですよ、残念ながら。いやでも009の20倍ぐらいの学籍番号だから180か。180です。全然関係ないですよ。きっかけは、うん、きっかけはなんか新刊かなんかのパンフレットでこうバーって見てどこ入ろうかなって決め、うん、見たときになんかジャグリングが目についてとりあえず行ってやるかって思って。あのね、なんだろう、ワッショイしてる割にはそう、ね、上から目線だよね。金目に続きなんか筑波大のジャグリングサークルはみんな上から上からです、生意気ですね。ね、そうですね、ピンときてね、行ったのか。行ったらじゃあもう、あ、これだと、あ、これ飲み会とかで使えるなと思って。あー、なるほどね。ちょっと、あ、合コン行こうとしてますよね。合コンでね。いやいやいや、そんなことないです。いや、不純な動機ですね。ね、009番の方が分かりやすいよね。許せない。ね、初めて初めて、はい、で、やっぱり飲み会行って、やっぱりいい感じに盛り上がれるの？いや、使ったことないんですよ。使わないと。いや、なんか自分、あのディアボロっていうさっきのお椀みたいの使ったんですけど、広いとこじゃないとできないんですよ。あ、そっかそっか。飲み会でやったらちょっと茶碗とかひっくり返っちゃうんで、怒られちゃうね。怒られちゃうんですよ。あ、そぼっててください。あ、やる？持ってきてくれる？持ってきてくれるか。これだよね、こういうやつだよね。お、これを、これ指定数多いかな。失敗してる時とか吹っ飛ばしちゃってたんですけど、大丈夫大丈夫。じゃあ、あんなの飲み会の席でやったらやばいじゃないですか。食器割れるね。食器割れちゃうんです。お店の店長とか怒られちゃうね。はい。でもじゃあ、え、他にじゃあなんかさ、合コン仕様のなんかこう小ネタみたいなのやったりとかしないの？じゃあこれしかやってなかったんで、こういう、こういうのは、あのさ、なんとかボックス、シガーボックスみたいな、こういうのとか。あ、こういうやつ。あ、シガーボックス、こいつなんですよ。あ、持ってきた持ってきた。お、お、これできる？これで、ちょ、こいつ無理です。あれ、いや、こいつできない。じゃあじゃあじゃあ、ちょっとカメラに向かってさ、できるかな。はい、おー、すごい。おー、これだって合コン来たらおーってなるよね。いや、もう本当にこれやっとけばよかったなって最近思ったんですよ。これできるかって、無心な理由なしの力です。009番が導いた。素晴らしい。腕前ですから。いや、いいよ。おー、いいもの持ってる。だから、不純な動機じゃないから、こう合コンで使えるものができるわけよ。わっしょいやる技術を磨いてください。はい、はい、次からこれやります。はい、明日からこれ練習します。楽しみにしております。はい、はい、そんなね、ふるさと龍ヶ崎が一番落ち着くということで、はい、まとめさせていただきました。ワッフルです。ワッフルでございます。わっしょいです。わっしょいと思って、わっしょいフリアと、わっしょいフリアです。覚えておきましょう。はい、はい、ありがとうございました。じゃあ次行きましょう。はい、続きまして、はい、シガーボックスといったらですね、はい、じゃあお名前をお願いします。バチルスです。え、バチルスです。バチルス、バチルス、バチルス、由来は何ですか？どういう意味？あの、バチルスサチルスっていう、バチルスサチルス、最近があって。いや、難しいよそれ。僕生物やってるんですけど、それで一時期培養してたことがあって、バチルスサチルスを、はい、バチルスサチルスを、じゃあバチルスだ。で、バチルス、早口言葉ですね。じゃあ、なんかミドリムシとかやってたらミドリムシになっちゃう。そういうこと。バチルス、ね、バチルス、バチルスで、はい、じゃあバチルスは、はい、ふるさとはどこなんですか？千葉県我孫子市です。我孫子です。我孫子です。
アビコってことは通えないよね。通ってました。おお、あの6月ぐらいまで通ってたんですけど、2日で飽きたけど、あの2日で飽きたけど耐えたんですよ、うんうん、で結局、うん、あダメだってなって、うん、そっか、心折れて、折れました。で今つくばに、今つくばに、はい、何丁目か分かりませんが、はい、言いません。言いません。さえ言わないですね。そうですね。で、バッチリ来ましたと。筑波来て、なんでこう大道芸やろうと思ったの？あの、あ、じゃあ、ふるさとってなんだ？あの、アビコ、アビコ。アビコはどんな場所？え、なんか住みやすいし、程よく自然があって、うん、まあ過ごしやすいですね。じゃあさ、筑波はさ、やっぱり住みやすいし、多分程よく自然もあって、はい、何が違う？沼がある。近くに、近くに沼があるのは大きいですよ。大きいですよ。大きいんだ。魚取れるし。うん、じゃあやっぱ沼がねえと、はい、ふるさとって言えねえぜ。そう、沼ないとダメです。っていうことだそうです。そうなんだ。ね、じゃあそんなふるさとが手が沼ということで。バチリスはバチリス、バチリスを培養してるんだよね。はい。培養する、培養してます。培養してる。そんなバチリスにとってじゃなくて、バチリスがこう大道芸をね、初めて聞いたけど、それが大学でクラスがあるんですけど、クラスの一番仲いい友達が、うん、新歓時期にちょっとジャグリングサークル行くけど行こうぜみたいに言ってきて、あ、じゃあ俺行くわみたいな感じで適当に行ったんですけど、みんな適当か。そう、その時全然やる気なくて、バチレスも上から見せやる気がないのにやってやる気があったよね。やってやる、行ってやるよって言ってきた。とりあえずやっとくかって言って、でしばらく行かないで、7月くらいにまたやり始めたらハマっちゃって、で結局その一緒に行った友達はまあやめたんですけど。なるほどね、そういうパターンね。そういうパターン、よくありがちなパターンだよね。適当に行った方が残るっていう。でも適当にやった結果シガーボックスがもう、ね、素晴らしい。ありがとう。はい、いやいやいや、お上手で。お上手で。上手で最後もかっこよく決めてくれました。かっこよく決める。やっぱり人肌恋しくなるとアビコに帰るんですか？まあ帰るんですけど、なんか最近頻繁に帰りすぎて、なんか移動がめんどくさいというか。じゃあまた戻っちゃえばいいんじゃない？アビコから帰っちゃえばいいんじゃないの？毎日は絶対嫌です。ただでさえ移動めんどくさいのに毎日は。え、なんで帰りたくなるの？え、なんで帰りたくなる。いや、それは一人で家でこたつでいたら帰りたくなってくるじゃないですか。あったかさがね、寂しい。やっぱり人恋しくなったね。そうでしょうね、寒いからね。こたつでいるよりかは ね、 家族でね、ぬくぬくあったかいふるさとの、ね、ぬくもりですよね。そうですね、はい、ということでございます。仲いい ね、 仲いいね、若いね、なんかね、楽しいじゃん、こう友達ね、いろいろ楽しいね。私たちもジャグリングやれるようになればいいね。やろうか。やってやろうか。やってやろうか。やってやろうか。なんか、チャンミョンさんできるんじゃないですか。これ、まあ2個だよね。やっぱ2個だよ。これ意外に難しいよね。そう、3つってできない。やってみて。できない、できない、できない。もう、やってみて。3つって難しいよ。あ、できるんですよね、やっぱみんなね。わー、すごい。え、これどれをやろうっていうのは自分で決めれるの？自分ですね。あ、そうなんだ。いや、いや、これやろうかみたいな。で、コマやろうかみたいな。あ、そうです。結構。え、ジャグリング自体の種類はたくさんあるんですか？ジャグリングの道具って結構たくさんありまして、うん、こういう、これボールって言うんですけども、こういうボールをトス系って言うんですね。上げるから。トス。トスするからトス系って言うんですけど、そういったトス系のものとか、うん、あとはですね、こういったぶん回すもの、うん、そういうのをスイング系と言いまして、うん、そういったものに分類されてるので、そこからたくさんある中から選んでいくみたいな。ああ、なるほど、はい。まあ、ディアボラはちょっと特殊で、まあ、何とも言い難いんですけど、何系とは。だから吹っ飛ばしちゃうんですけどね。吹っ飛ばしちゃうね。そうですね、シガーもちょっと吹っ飛ばし系で、箱系、箱系で、すごいな。ミカちゃんも何とか系やってみたら。何とか系、何とか系か、うん、何やる。そうだね。でもちょっとすごく興味深いですね。楽しそうだ ね、 ね、今後もじゃあぜひぜひね、皆さん、うん、大注目のジャグリングのコラボレーション、ね、コラボレーションって言い忘れ以外でもやるの？コラボレーション、そうですね、たまに仙台、うん、部長とか仙台部長とかが、うん、こう個人的に009番の部長がやるっつったら、もうそれは忘れましょう、忘れましょう、忘れましょう、うん、まあそういった有志とかで
あの団体ではなくて、うん、個人有志で集って、うん、まあコラボするとかっていう形で、今日みたいに人前で披露することも多いんですか。まあ、そうですね、こういう風に人前で披露することの方が多い。おー、じゃあ見る機会があるかもしれないですね。そう、じゃあこのね大道芸のコラボだったりとか、まあ、それぞれのね皆さんのジャグリングが見たい時っていうか、どうやったらみんなの情報を得られるんですか。僕たちの学校はまだちょっとホームページとか作ってないんですけれども、うん、あの彼ら筑波大学にはホームページがありますので、はいはい、あの筑波大学ジャグリングサークルシープで調べていただければ。お、そうすると情報が、あとは時々シープでも出ます。お、じゃあ素晴らしい、はい、筑波大学ジャグリングサークルシープと検索していただけるとチェックできるということな、はい、そうするとあれです、活動記録というか報告みたいなとか、はい、いろいろと政治情報が見れる。連絡いただいたら僕が丁寧にメールを返しますので。あ、いいですね、はい、生意気ですけど丁寧に連絡を返してくれるということです。上から目線でメールを届きます。あの僕たちの方にもメールください。どうやってメールすればいいの。じゃあジャグリング .fares@gmail.com で届きますので。はい、アドレスじゃないですか。そちらの方までもうダイレクトですよ。ジャグリングドットドットドットファルス、ファルス、これね、これね、ファルス、名前ね、ファルスね、普通かな、ファルスってどういう意味なの。ついにその話をするときが来てしまいました。ちょっと意味あるの。めんどくさい系ですかこれ。茶碗っていう意味です。あー、茶碗、そうなの。何語。あのこれ英語です。これファルスって書いて茶番って読むんですよ。じゃあ茶番サークルだということですね。もうなんだろう。うちのサークル立ち上げたまあ009番が009番がもう楽しいこと大好きでしたので、うん、名前を決めるときにもうあこれしかないじゃないか、うちのサークルはもうこれがぴったしだということで、茶番だと、あらゆる茶番はもうこなしてきました。あ、でもいいですね。悪いやつだなこれ。いえ、ちゃんと不純な動機なしで入りました。じゃあ009番ですからね。そうですね。伝統と重みのある。そうですよ、009番。来年の入学生のね009番の方もすでに募集してますのでね、はい、よろしくお願いします。お待ちしております。お待ちしております。、うん、じゃあファルスね。だいぶシープはシープでしょ。シープはシープです。羊だよね。羊シープ。あれ違うの。違うのかな。いや、シープ羊なんですけど。じゃないの。羊、ね、羊ですよ、はい、羊だよね。立ち上げた方の名前がヤギと申しましてですね。あー、あそっか。ヤギって、ヤギ、はい、ヤギさんが羊が大好きだったもんで。面白い。ちょっと面白い。ゴート。そうだよね、ゴートみたいな。そうだよね、 G から始まるやつだよね。じゃあ間違ってんじゃないの。間違ってんじゃない。羊が大好きだったそうで、はい、12月24日に設立いたします。クリスマスイブ、はい、ススいいですね、はい、誕生会やりますもんね。ジンギスカン祭りみたいな。食べちゃう、食べちゃう。あ、羊食べる会もやりますよ。あ、そう、羊を食らう会、はい、結構面白い会が行われてますので、えぐい感じですね。皆さんもぜひチェックしてみてくださいということで、ね、大道芸コラボチームからですね、ぜひね生で見ていただきたいです、ね、皆さんも要チェックでございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。寒いからね、上着ちゃんと着なさい。ありがとう。はいはいはい、はい、ありがとう。あ、チャンビオ TV のね、宣伝用のね、パンフレットがあるからね、それをね、アーチをね、ちょっとアーチを渡すので、VTR 一回元に戻します。どうぞ。はい、こちらはですね、あの、ぜひチャンビオ TV で見たら、ちょっとテレビ番組上あ、出ないでしょうか。連絡すればいいんですね。パルス。どうやったら連絡すればいいの。フェイスブック。わかりにくい。
けします。まずは最後まで楽しんでいってください。お願いします。はい、それでは、次の曲に参りたいと思います。次の曲、皆さんもご存知の曲だと思いますので、一緒に口ずさんだり、まあ、動かして体を動かしたりしてもらえると嬉しいです。それでは、お聴きください。君の瞳に恋してる。
でね。
でちょっとゼンさんにも最後に一緒に入っていただいて、最後もう一曲盛り上がる曲を歌っていきたいと思います。皆さんあと一曲お付き合いください。それではお聴きください。どうしてってみんな全然いいよ。
さっき会ったよ、あいつ。さっつも挨拶した来ました。なんだ。You can do it.